睡眠不足の昼下がり、一つの歯車の狂いが人生に大きな転機を呼び起こす。どうしたら自分を捨てられるんですか？どうしたらおばさんのように何も考えずに生きられるようになるんですか？許せないわね。許せない。とうとう仇を取ったよ。月が僕たちの仲間がおばさんに殺されたんです。おばさんといっても親戚ではなく。どんなおばさんだ？リンダ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 。あなたに抱かれて私はどうして私たちがバカにされなきゃいけないの？僕たちは復讐しなければいけないんです。あなたまさか私を見てお母さん思い出したなんて言うんじゃないでしょうね。あ、ピップへ出来番ですね。では皆さんごきげんよう。原爆あります？あるけど、どうするの？